今日は有機栽培の神話っていう題目です。この有機栽培っていうのは私個人のあどっちかっていうと好きな課題でして、有機作物っていうのがあ店頭で売り出された時に有機っていうのは何だろうということでいろいろ調べたことがあるんですね、私自身。でよく見ると、 いや農薬使わないとかそういうこと書いてあるんですが中に一つ面白いと思ったのは誰が言い出したか誰が売り出したか最初に売り出したのはですねアメリカの農業農作物のあ大企業なんですね大企業が今後売るのにもっと利益率を増やさなければいけな,い,けないのにどうすればいいかということで 価値を増やそうということで「勇気」っていうものを発明したんですね。で言葉「勇気」っていうのはですねどういうことかっていうと私の調べた限りはですね勇気っていうのは英語で「オーガニック」っていうんですね。でオーガニック何がオーガニックなのか。であの科学化学ですねを勉強した人は知っ,てる知ってると思うんですけど 無機化学と有機化学っていうのがあって有機っていうのはまあ炭素原子がたくさん入っている分子に関する化学なんですね。で有機っていう有機栽培っていうのはどうして炭素原子がたくさんあるのと関係しているかっていうとですねあの資料に作物が必要な資料にはあリンとか 窒素とか、あるわけですね。それは無機の形で与えることができるとつまりあ畑にですね、えーえー、さ作物を栽培するのに必要な資料は無機であばらまくとで植物はそれを吸い取ってですねで果物とか野菜とかできるわけですね ところが昔はその向きの飼料がなかったんです科学が発達してなかったんですねだから肥料っていうのを使っていたんです肥料っていうのは肥やしですねえー、もっと昔はですね人間のそのトイレのものを集めてでそれをあ発酵させて畑に使ったとでこれは危険なわけですというのは トイレからのばい菌があ畑に入ってそれがまた循環する恐れがあるとそれでそれは勇気なんですねなぜかというとトイレの排泄物っていうのは要は植物ですからあ炭素原子がたくさんあるとそれでオーガニック飼料オーガニックあーと呼ばれるわけですねで科学が発達してですねあ向きの 資料が出てきて向きの方が安全だということで、えー、我々が口にするものがかなり安全になったという経緯がありますところがそのあえてその向き勇気昔やってた勇気を持ち出したっていうのはこれ逆説的なマーケティング手法なんですけど勇気っていうのは自然であると 科学工場から出たものでないというイメージがあるわけですね。例えば鳥の糞をですね集めてそれを発酵させてそして使うと。でもこれはですね動物の糞を使うとその糞を発酵させて高熱にしてばい菌を殺さなきゃいけない。ということで手間がかかるんですよね。で昔は手間を省いてやると時々病気が あ食べ物に入ってたりしたわけです。で今は勇気をやるということになるとその病気の入り方が分かってますから必ず高熱で処理するようにというそのあ農業の政府からの指示があるわけですね。それをするとコストが高くなると。コストが高いんだから野菜は高いんだと。でも 化学工場からのあ、えー、ケミカルですね、その工場からのその向きの化学薬品を使っていないと、もう一つは、その虫を退治する殺虫ですね、殺虫剤は普通、向きじゃなくて有機なんですけど、これも制限しようじゃないかと。 そういうことで有機農法っていうガイドラインができてそれにのっとったものは工場から化学工場からの化学薬品を使わないそれからその農薬を制限しているとでも農薬を使うなって言うとですね食べ物によってはもうむちゃくちゃなるものがあるんですね虫食いになったりそんなものはとても市場に出せないと。ということで まあ少し減らそうというふうなことでガイドラインができたのが有機栽培ですそして有機栽培のガイドラインに乗っかったっていうその、えー、作物はですね有機栽培だというマークを貼って販売できるということですねでこれは金がかかってるんだとコストがかかってるんだということで値段が高くなるとで、えー、消費者はですねそれを見て なるほど少し高いけどこっちの方が安全じゃない安全だろうといろんな化学薬品があを使ってないし農薬もあんまり使ってないんだからということなんですねでも農薬は今規制されていて健康に害がある量は一切使われていないわけですそれをもっと減らそうというわけですねするとどうやって減らすかっていうと手を入れるわけです しょっちゅう行ってその虫食い部分を取り,は取り除いたりすると手間がかかるとそれでコストがかかるということになるわけです。というような経緯がありまして有機作物というのは私のああいろいろ自分で調べたことがある課題でしてここではドクター・リンがですね正しい見方をあ解説しています。 まず有機栽培やたらと好き好んで買う人はですねいろんなことを信じてるんですね。でその一つが有機食品は健康に良い。事実有機食品は農薬が少なめなめんですねただそれで栄養価が高いかどうかっていうのは全く別問題です。アメリカ小児科学 会は有機有機植物が健康増進させたり病気の危険を減らしたりするという直接的な,直接的な証拠はない言っていますあ2012年のスタンフォード大学によるあ物議を醸した研究はより多くの栄養のために有機品を食品を買うことはお金の無駄だとさえ言っていますまあ農薬が少ないというのは本当だろうけれどもあお金 の無駄だと栄養が多いっていうようなことはないということですね有機食品は環境に優しいと事実農地の農薬が環境に良いということは間違いありませんしかし有機食品はその生産と流通が環境に有益であるという意味ではありません例えばボリビア産の有機穀物中国産の有機米 またはアルメニア産の有機アプリコットはアメリカの街のスーパーマーケットに出荷されてもカーボンフットプリントは地元産の製品よりはるかに大きいです。というのはどういうことかというと地元であるものですねそれを食べずに有機だからといって遠いところからあわざわざ出荷するとその流通にかかる エネルギーコストですねそれが環境にいいとは決して言えないともう一つですね有機食品にラベルをつけ純度を確認するこれラベルさえつけていればいいのかというとすべてのリングやアスパラガスは有機物検査の対象ではありませんそ,そこに有機レベルのが貼ってあるとそれはあ嘘ですと有機的に加工された食品で満たされた容器は 棚にに置かれる前に有機物検査の対象とはなりませんということは有機的に囲った食品で満たされた容器ですねは検査されないと検査は非実用的で非効率的です実際有機製品の検査は表面的なもので矛盾や利益相反がいっぱいですということであんまり信用できたもんじゃないということですね それから輸入オーガニック製品は米国の基準を満たしているというのはこれはあんまり信用しない方がいいとオーガニックのその基準はですねアメリカの政府が一応作ったんですがそれをちゃんと読んでですねこまめにやっているあ農民が米国以外のところにいるかっていう話ですね。 第三者認証会社が検査のために海外に行くことは滅多にありません。詐欺や法執行の可能性を高めるために地元の農場と契約を結びます。米国の有機規格に順序していない製品は激しく管理されているものでも第三国を経由して米国に出荷することができますと。そう、第三国からこれは有機だと言って アメリカの製品を一旦第三でメキシコとか送ってそこから出荷して勇気だっていうとそれだけで値段が上がるというようなことになるわけですねそれでがっかりしたでしょうかそれはドクターリンに詳しく聞いてみますドクターリンは UC サンフランシスコ医学博士 PhD ですね医学博士というのは何度も言いましたが医学 医学部を卒業して、その後でいろんな医学の研究をして、えー、その研究の成果を認められたものに与えられる称号です。だから、ドクターリンは医者ではありません。医者は医学学校を卒業して、あ医者になる免許の試験を通って、それで練習してインターンですね。医者になります。ドクターリンは研究を医学の研究をしている。 学者ですでドクター・リンの言うにはですね有機食品が栄養価の高いに関して宣伝やブログが多くありますが科学的報告はありませんあなたは科学を信じますかそれとも大勢の人が言うことを信じますか <laughs> というようなことを言ってます私の家の裏庭で栽培されている野菜や果物は100%オーガニックですが オーガニックスーパーや市場のフルーツや野菜は人工化学物質を含まないと思いますか米国農務省 USDA から提供された情報を見ると驚きますよってドクターリンは言います。2016年3月米国農務省によって発行された有機農法における合成物質の使用の許可に関する規制を見てみましょう。 この規制は約30種類の化学物質を含む約50種類の合成材料をリストしています。その中のいくつかは農業用具に使用され有機作物に使用されています。例えば漂白剤は灌漑システムをきれいにするために使用することができ、流動酸は水田で使用することができ、除草剤は道路や溝に使用することができ、そして炭酸アンモニウムは 昆虫などを殺すために使用するとかことができますこういうのは使ってもいいということですねだいたいですね灌漑に使っている化学物質は灌漑を通ってですね水が灌漑システムを通ってあ野菜に行くわけですよねだからこういうのはですね量を安全量に限って利用しているとそれでも勇気であると 認められているわけですね法律でいわゆる有機農業の使用が許可,許可されている化学物質及び合成物質が数多くあります実際私はこの規制の悪口,悪口を言うつもりはありませんがおそらくさまざまな評価と慎重な検証を通して多くの専門家によって決定されてきたと思いますそれでも結局のところ大規模な農業生産は人工科学なしには不可能でありますそこで人工科学は それが適切に使用されている限り消費者には無害ですと。ということはですねあの勇気勇気と言ってもですねそういう化学薬品なしでは大規模な農業はできないんだと言ってますね。2015年サンフランシスコの第5テレビ局のニュースアナウンサーであるエリザベス・クックは農家直売の詐欺に気をつけて彼らは自分で作ったものを売っていない。 という記事を発表しましまたその中に有機作物が中央アメリカからではなく地元の農場で作られたとどうしてわかるのでしょうか実際中央アメリカから輸入されたものであるとそう,そうであるっていうその見分け方がないといわゆるオーガニックショップやスーパーマーケットを見てみましょう。2015年6月 小規模農家を専門とする団体であるあこの団体がですねホールフードっていうのは有名なスーパーマーケットチェーンなんですが連邦取引委員会の不適切な指示に関する調査に関する記事を発表しました翻訳は次のとおりですその新しい責任あるあはんあ食材ですね食品評価システムは会社が農家の高い 価格と利益を維持するのを助けるように設計されています。ホールフードスーパーマーケットは等級分けアプローチを開発しました。それによると最高の作物の有機認証を使っていても化学肥料と有毒な農,業あ農薬を使って栽培された作物を未,未評価または劣っていると分類します。未評価評価し,してないけれど有機であるということですね。 同じ年の7月にアトランタの2局のテレビ局の消費者調査でジム・スティックランドはあなたの買う有機植物食品は本当に有給でないかもしれないと述べました。それによると自社農場で生産された作物のみを販売すると主張する地元の店があるということです。しかし記者はひそかにですね、店の所有者が非有機作物しか売ってない州の 農民市場から作物を購入し販売のために彼の農場に出荷したことを暴露しましたということはですね販売ルートがわからないわけですねで勇気だって,売って言って売ってる人もですね結局買ったと,ところを見たら勇気でない農場なんかから買ってるということですね上記のレポートから大企業であろうと小規模であろうとお金を稼ぐことが最も重要なことであり 誠実な有機農法を使えば金を稼ぐことは不可能であると読書は理解できるはずです。真面目にややっってていいるようなな農家はですねやっていけないというわけです。ということはですね有機だと嘘をついたり有機でないものを買って有機だと言ったりして少し安めに売っているところと競争しようとするとですね真面目にの有機農法をやっている農家なんかはもう 生きていけないと。私は反有機的なのではありません。有機法が成功することを心から祈っています。しかし、競合他社が名前だけがオーガニックである場合、競争しられたがですね。有機だって売っている場合ですね。正直なオーガニック農家が生き残ることができるでしょうか？ それはどうしてかというと現実に100%化学薬品をつかないというと虫食いの果物とか野菜になっちゃうんですよね。でそれで競争できるかどうかというわけです。ね消費者は買わないでしょう虫食いの果物とか野菜なんていうのは買いますか真面目に勇気をやるとこういう結果にもなるわけですね100%化学薬品をつかない。 聞こえはいいですが出来上がりがこういう風になっちゃうと市場で競争できないとだから大抵有機有機って売ってるのはお金の無駄遣いだと有機でないものもみんな混ざっててそれをそういうのを買って食べてるんだということですねだからあまり有機有機って信,信仰し,して買わない方がいいですよとドクターリンは言っています ドク,ドクター・リンはですね、いつものように適度に食べて運動することが健康維持,に維持に一番大切なことです。勇気を買って食べてるから健康になるとか、そういうことはまあ信仰に近いと、宗教的だというわけですね。はい、今日はこれまで。